こんにちは。このフーディーはね、なかなか最強フーディーを手に入れたと思ってますね。なんせこのフードの深さを見てください。そして生地がなんかね、変なんですよ。ウエットスーツみたいな、こう伸びる感じの。結構分厚めですか？そうだね、まだ暑いですよ。暑い、めちゃくちゃ冬に来そうな。でもなんかこう前がこのジップの感じのでっていうのがあんまりないんですよ。良きフーディーに会えることが良いです。それ最近買ったやつですか？そうですね。今日はいつものなんかそのフーディーの確認みたいなのあるかなと思ったんですけどそうでしょ、はい、あると思った。今日もちょっと一応待ってました。今日は地震があったからしかし暑いですね、この国は。もう暑い国になってしまって、本当にこのまま冬らしき時が来るのかなっていうぐらい。あのね、洋服を作っている人としてはなかなか大変なことでして、僕のやっているヤンチョンテンバールっていう洋服のブランドは、もともと山陽商会、山陽コートとコラボレーションしたりして、なんとなくコートから始めたんだよね。だから毎シーズンコートを作ってたんだけど、最初の頃作ってたコートなんてもうすっごいコートだよ。ヤンチェって6年ぐらいなんだよ。この6年で変わったってことだよね。その頃コート分厚いのをいっぱい作ってた頃から、ちょっと暑くなってきたから、なんかコートは薄いのにしようかとか言って、ちょっと薄手のコート作るようになったりして、でちょっとコート作らなくて、それこそ山陽と空調服作ったのも、もともとコート作ってたけど空調服を作ってみようかとかなったりしての今で、難しいですよね、やっぱり。あと、いつ頃の季節を設定してどんな厚手の服なのか、何を出すのかっていうのは。でも秋物とかももうヤンチェとかで、なんか毎年その新作みたいなのが出る。それでこの6年間の変化でいうと、 2025SSAW みたいな、その SS とか表記を今までやってたの、それをやめたんだよね。春夏秋冬の表記をやめようって言って。あ、その SS とかっていうのはその春、そうです、春夏的なその表記なんですか？ SS は何でしょう？サマースンスンみたいな。サマー、あ、サマーシーズン。もうちょい全部結構いいけどね、なんかサマースーン、サマースーンってどういうこと？サマーまだだぜみたいな、サマーもうそろそろみたいな感じ。あと何つった？サマーシーズン、サマーシーズン、まあ、それもいいけど。 SSAW は？ AW の W は W、 オータム、うん、 W、 あ、オータム。なんで両方とも片方なの四季でしょ。オータム W、 なんだ、君が全員分かってる。え、マジ？オータム、冬を、ウィンター、 AW、 オータム、ウィンターってことですか？うん、 SS、 サマースプリング、スプリングサマー。おお、合体してるんですね。だ、春夏もの。ああ、なるほど。秋冬もの。ああ、確かに、そう言われてみたら、まあ、そうですね。の表記をやめたんです、ヤンチェは。もう区切りがどこだか分かんなくなってきたからだから、でもその年号は残してるかな、まだ。今までは SS で僕がアートを2枚描いて、その2枚の絵で服を作って、 AW で2枚の絵、1年間通して4枚の絵を描いてたんだけど、2024の2枚で後半の2枚だから、絵のタイトルを4つみたいな。ここが好きね、その
ダボってしてる感じですか。そうだね、燃え袖感はやっぱ好きだからね。あ、長いのか。そうだね、こういう感じはもうないね。そこも結構選ぶ基準にかなりなる。あ、なりますか。うん、それはもうでかいのを買えば割となるじゃないですか。うん、じゃなくてもう元からそういうちょっと長めというか袖が長いみたいなものを買うってことですか。それともサイズでかいやつ、うん、だけどでかいのでも袖でかすぎると袖がこんなになるんですよ。ほら絶妙でしょ。もうちょっと燃え袖のあれがちょっとないないんで、あんまそれ基準でも買わないんでちょっと難しいですね。今日アクセサリーしてないね。最近めっちゃするようになったから復活ですよ。あ、そのコロナで一回そうそうそうもうしなくなってもう最近復活。どのタイミングで、あれですか、普通にテレビとか出るときもプライベートはしてないね。じゃあプライベートでする機会が増えたって感じですか。そうで、こうしてくるようになったから、なんかちょっと撮影中もじゃあ時計だけつけようかなとかもあるね。今日はしてないんです。ここは別にこいつはあの現場に来るみたいな、じゃあしてこう、今日は何してこうかなみたいなのは特に君に見てほしくて。あ、そうそうそう、今日はじゃあこれにしようかな。今日ずっとここに閉じ込められる日じゃん今日はなかなかの日だよね。あの半袖短パンサンダルできたからアクセサリーゼロめっちゃ近所感、めちゃくちゃラフだなと思いました。そうだよ、コンビニ感だよ。だからここはさ、コンビニ感でさ、いい意味だよ。近所のコンビニ行く大事じゃん。でも他の現場とかその一体するときはじゃあつけてこうみたいなのはあるんですね。あるある、すっごいある。そういったところよりは、まあ、ちょっと昔は結構今よりもっともっと気合い入ってたよね。レンドラの撮影でさ3ヶ月とかドラマ撮るんだよ。朝5時とかも早い夜中まで。それこそ半袖短パンサンダルでいいわけなのに、もうバキバキの格好で言ってたよ。3ヶ月だから何日ぐらい、 90だとしたら90日全部スニーカー変えてた。じゃあ服もちゃんとサンダルとかじゃなくて全部変えてアクセサリーとかもじゃあその時はもう全部なんていうの、一瞬だけど家に帰ったってさ本当に何時間しかない、睡眠時間もないのに、また行く時にさバキバキに着替えていくわけ。靴毎日変えてったりしてて、で行ったら現場でもうすぐ衣装だから着替えるのに、おはようございますって眠そうに入ってって靴脱いだら、また今日違う靴ですね、これいいですね、まあ、あ、そうとか言いながらもう実は毎日ちゃんと変えてんの。言われたら嬉しいみたいな。あ、いいって言われたら嬉しいなその一瞬のために。僕たちも言いますよ、あれなんか前回と違いますね。見てくれないじゃん興味ないじゃん俺に。いやいや、そんなことないです今日はすっごいラフだなっていうのを思ったんで。さあ再生数しか見てないんだろ、アルゴリズムが大好きか